渚ちゃん、本当にいいのかい？ああ、覚悟はできている。そんなに焦らなくてもいいんじゃないの？ワイナール、お前も感じているんだろう、この私の内から湧き起こる胎動を。全部で108個じゃなかったっけ？揃えなくていいの？大丈夫なの？まだもうちょっと探してみてからでも。この感覚は本物だ。あるいは私自身の体が108個目のかけらだったのかもしれない。でも渚ちゃんはさ、それでいいの？本当にいいの？後悔がないといえば嘘になる。まだ皆と一緒にいたかったと思う。皆と仲間でありたかったと心から思う。だったら、違う。だからこそ私は迷ってはいけないんだ。皆のためにも私は迷わない。聞き分けてくれ、ワイナール。この温かい記憶を決意に変え、終わりにする。本当は苦しいくせに、この分からずや。いつも言っているだろう、私は演技がうまいんだ。ちょっといい？入るよ。急にごめん。ちょっと話しておきたいことがあってさ。その、渚のことなんだけど。実はずっと引っかかっててさ。かけらについての報告とか全部洗ってみたんだ。渚はかけらを集めてるんでしょ？それってかけらを体の中に溜めていってるってことだよね。じゃあさ、かけらが全部集まっちゃった時って元の形に戻るんじゃないの？報告書にはこうあったよ。かけらとはシードの大元となっているダークファルスのかけらであるって。体の中でかけらが集まりきって、それがダークファルスとなってしまったら、渚はどうなるの？何か聞いてないの？まさか渚の目的はダークファルスの復活？
ックス内部の警報？これ居住区画の緊急避難警報じゃん。もう何が起きてるのよ。遅かったな、渚。え、どうしてみんなが倒れてるの？愚問だ。私が倒したからに決まっているだろう。説明しなければわからないか。私が武器を持ち、皆が倒れ伏すこの状況を見て、なお説明が必要なほどあなたはバカではないはずだ。なぜと聞かれても困るな。強いて理由を挙げるのならば、あなたが強いからだろうな。最初からだ。私は最初からこのつもりで動いていた。あなたと刃を交えたその時から。くどい。すでに話すことはないはずだ。何を聞かれようとも私は包囲しない。武器を取れ。私は大罪人で、あなたは断罪者だ。ならばその刃で私の命を刈り取ってみせろ。ならば次はエミリアを狙うぞ。あなたはこれ以上被害を大きくしたいのか。いい加減聞き分けろ、この頑固者め。私と戦え、そして殺してみせろ。それで全てが終わる。全部、何もかもが終わるんだ。なぜだ、なぜ戦わない。構えろ、私と戦え。
もうやめてよ。渚もあんたももういいでしょ、こんな無駄な戦い。エミリア、二人が争って何になるってのよ。渚、ちゃんと理由を教えなさい。あんたは無意味にこんなことをする人じゃない。だから最初から裏切る予定だったと。そんな見えすいた嘘が聞きたいんじゃないの。本当のことを教えてって言ってるのよ。ああ、もうまだるっこいな。やめやめ、こんな茶番はおしまい。ワイナール、渚ちゃん、君は爪が甘い。誰一人殺しもせずに自分だけ殺してもらおうなんて、そううまくいくはずがないじゃないか。だからさ、僕がもっとわかりやすくしてあげよう。ワイナール、何を、これは。渚、ちょっと変態、あんた何してるのよ。別に何もしてないよ。ただ渚ちゃんの体の中のかけらを刺激しただけ。僕の中にある最後のかけらでね。そうか、あの雪山の時の。そういうこと、かけらが自然となくなるわけないじゃん。ちょっと短絡すぎるよ、渚ちゃん。さて、これで放っておいてもダークファルスさんが復活するんだけど、なんかこれじゃパッとしないね。それじゃあもう一つとっておきを出しちゃおうか。さーて皆さん、モニターにご注目。旧文明時代の僕の研究の結晶、その名を性質クローリーという。どうだい、かっこよくないかな。渚ちゃんの三文芝居は見飽きただろうから、この壮大な演出で締めとしよう。ダークファルスとクローリー、この二つの力があれば、こんな惑星群なんてすぐにでも塵にできるよ。
ナール、お前何を企んでいる。僕は最初から一つのことしか企んじゃいないよ。それがわからないんなら残りの時間全部使ってでも考えてみるといい。エミリア、無事か？おっさん！おっと、これ以上観客が増えると面倒だね。それじゃあ僕たちは一旦引くとしようね、え渚ちゃん。ワイナール！ああ、僕の声が聞こえない人もいるんだった。それじゃあちょっと渚ちゃん、体は貸してね。さて、リトルウィングの諸君、今までの君たちの頑張りに敬意を表して、今起こっていることを単純明快に教えてあげよう。渚ちゃんを殺せばグラールは救われて、殺せなければグラールは滅ぶ。どうかな、すごく簡単な話だと思わない？それじゃあね、君たちが来るのをクローリーの中で待ってるよ。くそ、どうなってやる。あの乗車はどこ行った？おい、エミリア。私に聞かないで。何これ、どういうことよ。どうしたらいいの？ねえ、私たちどうしたらいいのよ。寝てなくて大丈夫なの？いくら峰打ちだったって言っても怪我は怪我なんだし。バカ言え、こんな状況で寝てられるか。襲撃されただけじゃなく、あんな言葉まで残された直後なんだぜ。それより見ろよ、どこを見ても同じニュースしかやってねえ。はーい、グラールチャンネル5ヘッドラインニュース、ニュースキャスターの春です。今日のニュースをピークアップ。突如、パルムに出現した謎の飛行物体。同盟軍からの再三の呼びかけにも応じず、ただ何かを待っているかのように中空に佇むだけのこの物体。出現した区画を管理していたガルム社も公的に関わりを否定しており、出現理由や目的は未だに何一つ明らかになっていません。
住民からは不安の声が上がっており、早急な解決が望まれます。あの嬢ちゃんが最後に残したセリフが本当なら放っておくわけにはいかねえだろう。あれはよ、同盟軍にでも事情をきっちり説明して丸ごと吹き飛ばしちまえば済む話なんだろうな。自信を見せてきたってことは迎撃や防御に相当の自信があるだろう。しかしそうなるとなおさらどうするかって話だ。待っていると言ったからには乗り込んでこいってことだろうな。あのサイズ相手のマイシップは無理がある。迎撃でもされりゃ即座に撃ち落とされて撃墜、ゲームオーバーだ。もともと空戦するためのものでもないし、それに例え装備が整っていたとしても空戦にすらならないだろうな。必要なのは相応の操戦技術だ。そういうことだって。誰だってめえ、どこから入ってきやがった。これは失礼した。ローグスとしての癖がどうも抜けなくてな、勝手に隠密行動となってしまったようだ。ああそうだ、ことを荒立てずに終わらせる最も効率のいい方法だ。空中戦でここまで来たってのか。バカ言え、それで誰も気づかないわけが。だが事実私はここにいるぞ。てめえ何者だ。そうだな、ここではドン・タイラーと名乗っておいた方が簡単に話が通るだろう。ローグス連合の棟梁だと。ハッタリじゃなさそうだな。一体何が目的だ。将兵により助力に参上した。私を呼んだのはお前だ。あんた、そんなことをいつの間に。やはり身に覚えがないようだな。だがお前の名を語ってでも私を呼び寄せようとした奴がいるのは確かだ。どうやらあの浮遊物体にお前たちを連れて行くのが私の役目みたいだな。なんだ、こんな時に通信？今度はガルム社からのホットラインだと？
ましたね。おや、あなたとエミリアさんまで。ちょうどいいですね。あ、あんた、どうしてガルム社の専用回線使ってるのよ。それは、なんと申しましょうか。お、誰かと思えばヒューガか。久しいな。3年ぶりぐらいになるか。タイラーさんじゃないですか。どうしてあなたがリトルウィングに。何、おそらくはお前と同じ目的だ。お前もこいつから連絡を受けたのだろう。突入するから手を貸してほしいとメールをもらいましてね。そんなうさんくさいメールにわざわざ答えてご登場というわけか。義理がたいやつだなお前は。その言葉そっくりそのままお返ししますよ。おい、どうなってやがるんだこりゃ。ロームスの頭にガルム社のトップが揃いも揃ってお前に呼ばれたとか、一体どういう冗談だ。メールでの連絡ってまさか。ちょっとみんなここで待ってて。行くわよ。どこって決まってるでしょ。あんたの部屋よ。あんたからの連絡ってことはビジフォンを返しているはず。きっとここに秘密が。いや、遅かったね、君たち。あ、あんた。ああ、待って。言いたいことは山ほどあるんだろうけど、そんなに話していられる時間はないんだ。僕に与えられたわずかな時間で、君たちに話さなきゃいけないことがある。話さなきゃいけないこと？見えっ張りで強がりで寂しがりやな。一人ぼっちの女の子の物語さ。ここは性質クローリーの内部さ。どうやって転送したのかは渚ちゃんに話しても理解できないだろうし、割愛するよ。いやー、それにしてもうまくいったもんだ。だいたい僕の計画通りに進んでるよ。ありがとう渚ちゃん。ワイナール、お前。呪文でも無駄無駄。体の中のそいつを沈めるので精一杯なんだろう。わかるよ。欠片一個持ってるだけでもかなり辛かったからね。お前、ダークファルスを復活させようとでも言うのか。当たらずも遠からずかな。ダークファルスが復活しそうにならないとクローリーも起動しないからね。
全てはこのための布石さ。おっと、自害とかそういうこと考えちゃダメだよ。心が負けた瞬間に全て乗っ取られちゃうからね。せいぜい限界まで頑張ってこらえるといい。みんなを守りたいのならね。ダークファルスを復活させてどうするつもりだ。何をする気なんだ。あのさ、渚ちゃん、何度も言ってるじゃないか。僕の目的は最初から何も変わっちゃいない。というわけで、渚ちゃんの尽力により性質クローリーの軌道は叶って、僕の目的も8割方達成さ。あとは最後の仕上げだけ。そこに招待したいのが君たちってわけ。誰があんたの言いなりなんかに。まあそう言うと思ったからね。特別サービスで君たちの動機ってものも用意してあげたよ。おい、二人とも聞こえてるか。おっさん、そんなに生きりたってどうしたの。どうしたもこうしたもね、あの飛行物体が動き始めやがったんだよ。出るほどトロイスピードだが、あのクソったるめ、間違いなくクラッド6を狙って動いてやがる。え？というわけさ。ああ、言っておくけど、その前に撃墜するとか、そういうことは考えない方が賢明だよ。あれは旧文明の技術の粋を集めて作ったダークファルスに対抗しうる船。今の技術力じゃ傷一つつけられないよ。クラッド6が人質ってこと。人聞きの悪いことを言わないでほしいな。中に入ってきてクローリーの中枢にいる僕を倒せば全部止まるよ。そのための手段にも連絡は言ってただろう。あとどこまでサービスすれば満足してもらえるかな。さて、そろそろタイムアップなんだけど、君からは何か質問とかあるかな。渚ちゃんは無事といえば無事だよ。今も必死にダークファルスを抑え込んでる。ほんとけなげな子だよね。だから早く助けに来てあげた方がいいよ。助けられるかどうかってのは別問題だけどね。さてタイムアップだ。それじゃあね、君たちが来るのを待っているよ。渚ちゃんと一緒にね。一旦おっさんのところに戻ろう。それまでに私頭の中
整理するから。